クラシックギター、そしてナイロン弦の響きが特徴的なポピュラーミュージックといえば、やはりボサノバが上がります。このエクササイズではそんなボサノバ風を楽しんでみてください。楽譜を見ると1小節目の4拍裏、そして3小節目の4拍裏にそれぞれアクセントがついてます。目立たせるという意味ですね。少し音量を強く、そして音色を少し硬くしたり弱くしたり、様々な表現をつけて目立たせるということをまずトレーニングしてみてください。様々な表情がつけられるこのアクセント、様々な音楽、様々なリズムが生み出せます。強い、弱い、不用意な音を出すのではなく、自分の狙ったところに目立たせる音をつけるトレーニングです。まずは一定のテンポを保って、スピードはゆっくりで構いません。楽しんでみてください。